こんにちは、柴田です。今回はレスポールカスタム、こちら本家のねギブソンのレスポールカスタムなんですけれども、これに近いのはどっちのレスポールカスタムタイプだということで、バーニーとグレコを鳴らしていきたいと思います。おはようございます。こちらのレスポールカスタムは本家ギブソンのブラックビューティーです。90年製のものなので、指板はエボニー、マホガニーのバッグにメイプルのトップ。ネックに関してはね、薄いってわけじゃないんですけれども、スタンダードの太いものよりはちょっとスリムテイパー気味な感じです。30年ね、経ってるんで、非常にいい色合いになってきて、バインディングの焼けとかね、めちゃめちゃかっこいいです。この本家のレスポールカスタムにですね、挑戦というわけではないんですけれど、この2本。こちらがですね、グレコのレスポールカスタムタイプ、そしてこれがバーニーのレスポールカスタムタイプになっております。グレコは90年頃のもので、こっちはね2010年ぐらいのものです。この2本私かなり可愛がっておりまして、結構ねカスタマイズしております。ピックアップもダンカンの JB と号泣、結構引き鳴らしているので、まあまあね鳴りは良くなってるんじゃないかなというところなんですが、この2本どっちが本家の音に近いのか試していきたいなというところで、まずねどうしようかな、バーニーからいきましょうかね。材はねメイプルドップのマホガニーバッグで、本家と同じです。ではリアからいきましょうかね。グレコです。ちょっと色味が違いますよね。さっきのバーニーはねやっぱ若々しさがあった、ちょっとやっぱオールド感、古いもオールド感。では本家いきましょう。これもねグレコと同じ90年頃なんで、年代としては同じぐらいですね。ではいきます。やっぱね全然違うね、存在感がねやっぱ違いますね。でフロント、なんというかね、バーニーもグレコもどっちも遠くないんだけど、どっちの要素も入ってる、オールド感ありながらしっかりとハイが抜けてく、若々しさというかスピード感みたいな、こういったものがありますね。ちょっとバーニーを鳴らしてみましょうかね。似てると言ってもやっぱちょっとね濁ってますよね。では続いてグレコね。こっちの方が近いかな。なんかグレコの方が近い感じはするんですけど、本家ですねこれ。やっぱね爆発さとかストレートのこのスピード感みたいなのやっぱ全然違いますね。これグレコです。
ちょっとドライブをかけてね、バーニーです。ちょっとシンプルなね、フレーズで。続いて本家です。というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。このね、やっぱり本家唯一無二ですね。まあ、グレコもバーニーもいい雰囲気は出てます。それっぽさはしっかり出ているし、特にグレコの方はね、しっかりとこう古さも備わり始めているので、今後ね、楽しみだなというふうな感じですね。バーニーもね、もっと年数重ねていくと、もしかしたらさらに化けるかなと。グレコもバーニーもね、よく頑張ってるなというふうな印象でございました。まあ、少しでも参考になりましたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。